曜日に外注先の倉庫の方に発送した荷物なんですけど、ちょっとこの中に不良品が混じってる疑惑が発生しまして、今から全部これを再検品してきます。こっちが、土日に梱包した分で、こっちの分は、今日外注先の倉庫に、預ける分ですね。でこっちが、土日にうちのお店に注文が入った分ですね。うちのお店から発送する分の商品で、こっちは注文が入ったら、自動的に外注先の倉庫の方が出荷してくれるっていう商品になってます。ちょっとまだ8時なんですけど、眠いんで寝ます。おやすみなさい。
16年数が21今話題になっている家康について解説してみたいと思います。今朝の時点でだいたい1元だいたい 20.7 円になっています。これが1日の為替レートで、これが2年だいたい2年前の今1元 15.6 円となっています。実際に今30元の商品を仕入れたとしてみます。今 20.7 円なので621円ですね。この商品を同じ商品を2年前に仕入れたとします。15.6 円なので468円なので全く同じ商品を仕入れたとしても2年前と比べて今150円高くなっているっていう状況です。この商品代金に実際その輸入消費税そういった税金類がかかってくるので多めに見て30元の商品ですと同じ商品を仕入れたとしてもトータルで180円ぐらい変わってくるっていう状況ですね。この商品は大体月例えば2000個って言ったとします。そうすると利益が、月大体40万近くぐらい少なくなっているっていうそういった状況ですね。アンソニー・デイビスのブロックが気になったかもしれないですね。はい、
があってもお客さんマーケットにたどり着けなかったんです。それがインターネットがプラットフォームを使うことになります。もう我々って今言うと自分で答えをもらいながら徐々にマーケットに合わせていくという裏技が、バイバイ。
かマスタードだっけ。すごすごいね。よいしょ。はい、なんかいる。入りまーす。Spencer Dinwiddie. You know, the one thing you could say when the ball touches the glass like that.